消費税が何パーセントになってもずっと100円で頑張っています。ぜひ、皆様、今時ね、缶ジュースも100円で買えなくなりましたけど、エレガシはまだ100円で買えるので、よろしくご協力をお願いします。今日舞台の前、ちょっと置いてあります。一つもの涙の歌、ぜひ、歌いたいと思います。Oh.
ていきましょう。ありがとうございました。
世界標準からも立ち遅れる新規制基準に適合した4原発9基の再稼働を行うなど、福島第二原発をはじめ危険な原発は今すぐ廃炉決定を改めて取り組みを強めてまいりましょう。この4月1日までに居住困難区域に指定をされた市町村地域の避難指示が解除されます。これと補聴を合わせるかのように、福島県内から自主避難をされています3万2000人の方々への住宅支援が打ち切られ、切り捨ての政策進行しています。到底許されることではありません。福島復興再生特別措置法は、原子力災害によりよる復旧が長期を要すること、放射能への健康上の不安が生じていることなどに配慮しつつ、被災地域社会の絆の維持および再生を図る、これが復興の目的だと明記をしています。安倍政権はこの法さえ履行しようとしていません。強い憤りを感じます。被災者の切り捨て許さない、声を大きくしてまいりましょう。福島原発の事故処理の費用を全ての電力利用者に負担を求め、東電の破綻処理もしないままに税金を投入し続ける仕組み作りの法案、この国会に提出をされています。原発は安価なエネルギーではなく金食い虫で、国が関与し続けなければ成り立たないエネルギーであることをはっきりいたしました。原発は安全でも安価でもありません。原発を重要なベースロード電源とするエネルギー基本計画、これはもう改めろ、新たな負担を国民に押し付けるな、国会に向けた戦い集中させてまいりましょう。立憲野党に東電救済法案に他ならない法案成立の阻止の共闘をと要請を強めてまいりましょう。危険で高価な原発を、核のごみ処理の目処もなく、福島原発事故の収束も見通せない、賠償責任も果たせないままに再稼働させる安倍政権のエネルギー政策は、今だけ金だけ自分だけの政治の劣化の象徴、三だけ主義の最たるものです。森友学園への国有地売却のとも目を同じくするお仲間政治、三だけ主義と民主主義は絶対に相入れません。立憲主義、民主主義軽視、法のルール破壊の安倍政治は一日も早く終わりに、声を上げている多くの運動と、そして 3.11、3.20 と続く反原発、脱原発の取り組みとも連携した戦いへの皆さんの結集、結束を訴えて、開会のご挨拶にします。ありがとうございました。続いて国会議員挨拶です。野党4党に挨拶をお願いし、本日は日本共産党より挨拶と、社会民主党、自由党よりそれぞれメッセージをいただきました。日本共産党から藤野康文さんと岩渕友さんです。代表して藤野さんにご挨拶いただきます。藤野さん、よろしくお願いします。集会ご参加の皆さん、大変ご苦労様です。日本共産党衆議院議員の藤野康文です。あと1週間で東京電力福島第一原発事故から6年となります。今日は福島出身の岩渕とも参議院議員も参加されております。今からもたくさんの方が参加をいただいております。本当にありがとうございます。安倍政権は今、原発再稼働と一体に福島の切り捨てを進めています。必要な賠償を打ち切り、自主避難者への支援もやめようとしている。他方で東京電力は、凍土壁がうまくいかないとか、汚染水処理がうまくいかないといって、工事の完成の時期をどんどん先延ばししております。
安倍政権もそれを容認してきました。自分たちは勝手に期限を延長しておいて被害者への賠償は冷たく打ち切る、こんなこと絶対に許せないんじゃないでしょうか。昨年末福島第一原発事故の賠償や除染などにかかる費用が 21.5 兆円を超えることが明らかになりました。安倍政権はこの巨額の費用負担について東電はじめとする原発利益協同体に応分の負担を求めることもしないまま電気料金などの形で国民にツケを回そうとしています。今国会でそのための法案を通そうとしています。これも断じて許されないんじゃないでしょうか。今原発をめぐって私は政治の根本が強く問われていると思います。福島第一原発で凍土壁が凍らない、 99% 凍ったと東電は言ってますが汚染水は全然減らない、凍土壁に頼ったやり方はすでに破綻しています。そしてこの汚染水処理は何十年かかると言われる廃炉への道のりの一丁目一番地です。これが今破綻している。今政治に求められるのはじゃあどうするのか、廃炉に向けて今何をすべきかを真剣に考えることじゃないでしょうか。ところが安倍政権は口先だけで国が全面国が全面と言いますが全て東電任せです。また安倍政権は昨年末高速増殖炉文字をやめると言い出しました。文字は核燃料サイクルの要だと政府自身がずっと言ってきた。使用済み核燃料は核のゴミではなくて資源だと言い続けてきた。その肝心要の文字の破綻を政府が認めました。そうであれば今政府がやるべきことは核のゴミをさらに増やす原発再稼働などではないんじゃないでしょうか。原発政策どうするのか、核燃料サイクルからいかに撤退するのか、これを真剣に考える、これが政治の責任のはずであります。ところが安倍政権は原発を再稼働して核のゴミをさらに増やそうとしている。文字破綻の反省も総括もなしに高速実証となる世界でも実用化のめどが立っていないものにさらに突き進もうとしております。汚染水の問題は福島第一原発事故収束の根本です。核燃料サイクルは日本のエネルギー政策の根本です。これらの根本問題に向き合おうともせずアンダーコントロールだとか核燃料サイクルはいつかは回るとかとんでもない話をしている、こういう嘘と偽りの政治はもうやめさせなければならないのではないでしょうか。嘘と偽りの政治は今国会でも次々と暴かれております。大阪森友学園をめぐる疑惑深まるばかり、本当に許しがたい。多くの国民が今必死の思いで税金を集めているのに安倍総理のお友達が政治家を使って億単位で安く借りたため、このことが明らかになりました。大阪だけでなく千葉や愛媛でも同様の学校がある、こういうことも明らかになっております。引き続き徹底的に追及していきたいと思います。漁港財の問題も大変緊迫しております。テロ対策と言いながら与党に出した法案にはテロの手の字もない、まさに看板に偽りありで国民を騙して国民を監視する法案を強行する、こんなこと絶対に許すわけにはいません。稲田防衛大臣が南スーダンで起こっている事態を戦闘ではなく衝突だと言い続けております。これは憲法9条違反の実態を覆い隠そうとするものではないでしょうか。皆さん、こういう憲法違反の政権は打倒するしかありません。今市民と野党の共闘が政治を動かす時代になりました。皆さんの力が政治を動かす最大の力です。原発論の日本を作っている安倍政権を打倒することはその一番の近道ではないでしょうか。私たち日本共産党も市民と野党の共闘、それに
しっかり地獄になって全力を尽くします。その決意申し上げまして全体のご挨拶といたします。共に頑張りましょう。藤野さん、ありがとうございました。社会民主党と自由党からのメッセージは新婦人の児玉さんより紹介していただきます。よろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。メッセージを読む前に今日は民進党の衆議院議員の木内貴民さんが参加されていらっしゃいますのでご紹介いたします。それでは自由党代表小沢一郎さんのメッセージ紹介します。ギリシャ神話ではゼウスの許可なく人間に火を与えてしまったということで、プロメテウスは3万年もの間肝臓をわしに食われ続けることになりました。この火はまさに原子力そのものでしょう。ギリシャの神は人間の愚かさを予見して火を与えることを良しとしなかった。確かに火は我々人類に文明を与えましたが、一方で戦争や原子力の惨禍をもたらし、今や人類文明に破滅の可能性があることさえ示唆しています。またプロメテウスの弟エピメテウスに嫁いだ人類最初の女性パンドラは、神から絶対開けてはならないと言われていた箱を開け、世界中に災いの種をまき散らしました。遥か遠い昔から人間の知性は自らの能力の限界と根源的に人間という種が持つ愚かさについて理解し、絶えず警鐘を鳴らしてきているのです。我々はまず人間の能力の限界と世界を壊しかねない愚かさについて自覚し、謙虚になる必要があるでしょう。原発が今やあってはならないものであることは誰でもわかります。福島はその象徴です。目をそらすこと、逃げることは許されません。ところが愚かな安倍政権は目先の企業の利益だけのために行動し、我が国に再び巨大な厄災をもたらしかねない原発を強力に推進しています。パンドラは知らないで災いの箱を開けた、いわば過失犯ですが、安倍総理は分かっていて開けようとする故意犯です。到底許されません。一刻も早くこの戦後最悪の今や復讐すら匂う安倍政権をぶち壊す必要があるのです。大手メディアの招集罪で国民の多数もこの政権の危険性については十分に認識ができておりません。何としても真実を一人でも多くの国民が理解し正しく行動する必要があります。そして皆様方こそがその先駆けであり、今後の展開は皆様方のお力にかかっていると言っても過言ではありません。我々も全力で戦います。結集してまいります。どうかどうか共に力を合わせて戦い抜きましょう。民主主義の勝利のために、自由党代表小沢一郎。次は社会民主党からのメッセージです。原発ゼロの未来へ、福島とともに 3.4 全国大集会にご参加の皆さん、日頃より原発なき日本を目指してご奮闘していることに敬意を表します。東京電力福島第一原発事故から6年になろうとしていますが、いまだに事故は収束せず、原因究明もされないまま高濃度汚染水や放射能を拡散させ続けています。しかも約8万人余りの人々が避難を強いられ、希望が持てない不安な生活を過ごしていることに対して心を痛めています。このような事態にもかかわらず、政府は仙台原発を皮切りに次々と原発を再稼働させ、さらには廃炉や賠償の費用を国民に押し付けようとしています。福島原発事故を教訓としない原発棄民を生み出している行く政府のやり方に断固抗議をする。直ちに原発避難者の権利を擁護することを求める。核と人類は共存できないことを胸に刻み、核絶対否定の立場から原発再稼働を阻止し、
原発のない世界、核のない世界を求めて一層頑張りましょう。2017年3月4日、社会民主党党首、吉田忠智、以上です。小川さん、ありがとうございました。続いて、メインスピーチです。宇宙飛行士であり、ジャーナリストである秋山豊寛さんです。よろしくお願いします。今日は天気が良くて良かったですね。私は晴れ男と言われて、だいたい打率9割でございます。ですから、ぜひ晴らせたいと、優秀会の時には呼んでください。今日は福島からこんなたくさんの人が来てるんです。頑張ろうね。私も6年前まで福島は田村郡滝沼市というところで椎茸農家を15年ほどやってました。原発事故が起こるまで翌日ですね、のんきに暮らしてたんです。だけど空中からセシウムが検出された、この報道で逃げ出しました。群馬県に逃げて、長野に逃げて、そして今京都に住んでおります。今福島県外にどのくらいの人が避難しているか分かりません。京都でも600世帯、あるいは大阪でも700世帯、関西の方にも随分福島から避難している方々がいます。そして福島県内で避難している方々もきっと多いと思います。今私たち原発の影響を受けた、原発難民ですね。自分の意思によらず、権力の意思、あるいは戦争、あるいはさまざまな要因によって自分の生まれ育った場所、あるいはそこで生きていくさまざまな仕事をしている人たちが強制的に排除されている。私たちはパレスチナの難民、あるいはアフリカ、あるいはシリア、イラク、そういう人たちとつながっているんじゃないか、そういうことを心の底で思っています。そうじゃないですか。私たちは国際的な連帯というのを時々忘れられますけれども、そのあたりを戦う者、働く者、そして必死に生きようとする者、誠実に生きようとする者でつながっていこうじゃありませんか。今日この日比谷野音に集まった方々は日本の中でも最上等の部類だと思ってます。それだらけこんないい天気の日にですね、公園に集まって人の話を聞こう、デモをしようなんて思いませんよ、ね、やっぱり何かを実現したい、悔しい、おかしい、おかしいことには声を上げていこう、そういう心の出しを持った仲間じゃありませんか。俺たちは仲間だ。今避難者にとって大事なことというか問題は、直後ですね、原発事故子ども被災者支援法っていうのができましたね。あれによって日本でも原発についての事故があったときどう対応するかっていうことがきちんとなるんじゃないか、正直言って期待しました。だけど仏作って魂入れずじゃないですけれども、ね、もともと原発推進派だったような連中の役人に任せてしまったがために本当に厳しい環境にある。あの法律の元というのは、あるいはその中の魂の一つが避難する権利だったはずなんです。私たちが危険な場所に、ね、年間20ミリシーベルトまでは大丈夫なんてわけのわかんない、およそ科学とは縁のない形での理屈によって大丈夫だという宣伝が行われている。そしてそのことがどん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 広がっていく。今私の周りで、私自身も昨年末からそろそろ現れるかなと思った内部被曝による万発性障害、まだ
私も74でございますから、新しい企画に言うと準高齢者、まもなく高齢者になるという年頃ですね。昨日も福島に住んでいた果樹農家の友人が胃がんで手術しました。内視鏡検査で削り取ったんで大したことはないと本人言っておりましたが、今日電話かけてもまだ出てこないんでね、どうしたのかなって心配してます。果樹農家の方で心筋梗塞で亡くなった友人も2人います。つまりちょっと周りを見渡してください。白髪が多いですな。はっきり言ってあと10年皆さん持たないですよ。このことは深刻です。頑張ろうという者たち、ね、時間と私たちも競争してるんです。安倍政権というインチキなものについて非難するまでもなく、皆さんあの正体はご存知だと思います。今さらあなたこうだ言う必要はないと思いますが、一言、私たちは例えばローカルの選挙なんかで野党共闘というのを進めました。市民の声、野党の力によって少しでも変えていこう。国会のね、議員さんたちの比率ってのはすごくおかしいですよ。僕らはかつての民主党に失望したあまり選挙に行かなくなっちゃった人たちもいる。だけどやっぱり安倍政権という奇怪な存在、嘘のことを平気で言う政治家がまかり通っている。これはもうアメリカのトランプ政権について日本のテレビは面白おかしく取り上げてますが、日本の政治家だってね、もっと面白おかしく取り上げたっていいくらいの材料満タンの政治家たちばっかりですよ。国会は今日いらした方は別ですよ。念のために言っておきますがね、要するに私たちが今推進しなきゃいけないのは変えていくってことだと思います。私も今大学の教員やってますから若い人と付き合います。去年一昨年とで安保法をめぐって久しぶりに若者たちが、東京のシールドほど元気じゃありませんでしたけど、関西シールドという学生たちと付き合いました。彼らの目覚めのきっかけ、それが原発だったりする、原発問題だったりする。そして今私たちが正面から立ち向かうべきもの、共謀罪でしょう。おそらく皆さんお気づきと思いますよ。この原発、反原発の集会に来る者と共謀罪反対に集まる人たち、残念ながらというか幸いというか同じ顔ぶれです。つまり私たちが物事が分かっているのは集団なんですよ。これに自信を持ちましょう。福島、ね、東京、関東近県、この関東からですね、10万人、20万人がまた共謀罪反対で国会を取り巻く、これこそが大事なことだと私は思うんです。そのことによって私たちの力、私たち、ね、普通の人間、普通のおじさんおばさん、もっと言えば普通のじじばば、これがですね、頑張ること。今はっきり言って老人が頑張る年です。つまり年寄りの後ろ姿を見せてやろうじゃありませんか。後ろから見るとハゲと白髪ばっかりだ、そういうふうに言われても、このしっかりとした後ろ姿、頑丈な後ろ姿、いろんなことで苦しんで悲しんで苦労して、だけど志は捨てないというすっきりとした姿を若者に見せてやりましょう。そのことによって志が若い人たちに伝わるんだと思います。そのたちのいろんな出発点ありました。今日もその出発点にやって持っていきましょう。原発ゼロの未来、ね、国と東電に責任を果たさせること、今年はいろんな裁判で判決ができます。それに向かって、勝利に向かって頑張りましょう。石山さん、ありがとうございました。続いて、特別発言です。2015年9
9月に避難指示が解除された楢葉町で生活をされている早川千恵子さんです。よろしくお願いします。私は楢葉町から来ました早川と言います。楢葉町は2011年3月11日の地震と津波に加え、福島第一原子力発電所の原発事故で全町民が避難をし、一昨年の9月5日に帰還宣言が出されるまで4年半は無人の町でした。帰還宣言されて1年半、私は今帰っていますが、帰っている人は今年の2月3日の現在で781人、約1割です。1年半過ぎても。で、そのほとんどが高齢者です。以前は2世帯3世帯で子や孫と一緒に楽しく賑やかに過ごし、自分で農業をし、米や野菜を作って毎日の食卓を飾っていました。でも今は一人でとか、高齢の夫婦二人で戻っているだけで、以前は米や野菜を作っていた人たちも6年間の仮設住宅で生活している間に膝や腰が弱ってしまい、生きがいだった農業ももうしないよ、できないからと言って諦めてしまっている人もいます。帰郷してからの生活は水も心配で、いまだにペットボトルを買ってきます。食器を洗ったり野菜を洗ったり、洗濯やお風呂、使う水はそのまま水道水を使っていますが、ご飯やお茶、コーヒーと口に入る水は水道水を直接使わず、ペットボトルの水にしたり、避難先のいわきからわざわざ持ってきている人もいます。また浄水器をつけたりしていますが、そんなことしても何にも変わりはないと思うんだけども、それでも何かしなければ不安で仕方がないんです。米や野菜を作っても、町の食品放射能簡易分析測定所で検査してもらってから食べるようにしております。で、そのように汚染を意識した暮らしになっています。また近所の人は誰も帰っていません。昼間は診療所があるのでいいのですが、夜は救急車頼りになってしまい、とっても心配です。やっと念願が叶い、リフォームした新しい我が家に帰ってきたのに、たった2、3ヶ月で住んだだけで誰にも見取られずに亡くなってしまった人もいます。また町の至る所に瓦礫置き場があり、黒い袋やブルーシートが目の前にどんどん未だにも増えております。町の中は除染作業員や廃炉作業員が帰還している住民の5倍くらいの人数でおります。楢葉町は30年3月31日で仮設住宅の賠償も終了になります。全員が帰れる状態ではないのに、住むところもなく収入もなく、賠償は打ち切られ、住んでいる高齢者の人はこれからどうしようっていうんだろうねと言っています。以前は横浜市に避難した中学1年生の男の子が、今まで何回も死のうと思った、でも震災でいっぱい死んだから辛いけど、
売中と決めたんだという式を発表しますことが取り上げられました。同じ状況の人がたくさんいるんです。その後も自殺のニュースが聞こえてきます。避難生活で友達も生きがいもなくし死んでしまいたいと思っていた人や今でもそう思いながら生活している人もいます。子供も大人も状況は同じなんです。避難した頃に金と呼ばれ名前の最後に金と付けられたり一緒に遊ばないと無視されたり賠償の話をされたりで一歩も外に出られなくなり家に引きこもってしまった人の話も聞きました。自分の気持ちをどこにも当たるところがなく家庭内暴力に走り親もその姿を見ているだけでどうすることもできず死を考えたりうつ状態になり通院したりしております。それから数年たち子どもたちは今少しずつ大人になって落ち着いて自分のこれからを考えた時登校拒否の間の学力がないために小さい頃から抱いていた夢を諦めざるを得ない人もおります。ハローワークで職を探そうとすると賠償金をもらっているから働かなくてもいいんじゃない？そう言われた人もいます。全てがそこにつなげられてしまうんです。だから子供も大人も自然と福島から双葉から避難していることを誰にも話できないで隠しており、避難先で近所付き合いがなくなりひっそりと暮らしている人もまだいるんです。私たちはどうしてこんな思いをしなくてはならないのでしょうか。何にも悪いことしてないはずです。原発事故さえなければふるさとで家族みんなと一緒に穏やかで幸せな生活ができていたはずなのに、ふるさとも家族も全てがあの事故で奪われてしまいました。原発さえなければふるさとを返してほしい、子供の笑顔と一家団らんの場を返してほしい、私たちがこれから生きていくための生きがいを返してほしい。最近また大きな地震が続き、昨年11月22日の震度5弱の時には1時間半も水がなく冷却できなくなってしまったこともあり、また避難しなくてはならなくなったら大変だね、不安と恐怖を感じている毎日です。私たちのこのような思いはもう誰にも味わわせたくはありません。私たちで終わりにするために原発さえなければ、原発はもういらない、そう思います。でこの私たちの心の叫びを日本中の人たちに聞いていただきたいと思います。そして原発ゼロを実現できる、みんなで力を合わせて頑張っていきましょう。ありがとうございました。早川さん、ありがとうございました。ここで短波の訴えをさせていただきます。この集会は原発をなくしたいという一人一人の看板によって支えられています。看板袋を持ったスタッフが回りますので、ぜひご協力をお願いします。私は愛媛で大学生活を送っていた時にこの福島原発事故を目の当たりにしました。先祖代々守ってきた土地か子どもの命か苦渋の決断で愛媛にやってきたという避難者の方、私は子供を産めるのか、この決断が正しかったのか迷いながら福島に生きているという20代の女性、そして今の早川さん、様々な人が様々な決
断を重ねて今を一生懸命に生きています。原発をなくすことは、そして国と東電に責任を果たさせるよう訴えることは、人間の尊厳をかけた戦いです。私たちはこの声をさらに大きく広げ、原発ゼロの日本を実現し、誰がどこで暮らしても安全な社会を実現するために力を合わせたいと思います。ぜひご協力をお願いします。続いて連帯挨拶を2人の方から行っていただきます。お一人目はさようなら原発1000万人アクションの富山陽子さんです。富山さん、よろしくお願いいたします。
働く方の労働被曝も非常に懸念されます。原子力発電は差別、犠牲、そして騙しの行動の上でしか成り立ちません。未来の子どもたちに残していくべきものはこのようなとんでもない行動や死の灰やプルトニウムではありません。原子力発電に頼らない社会です。原発に頼らない社会を創出していこうではありませんか。原子力発電に頼らない社会は一人一人の人権が大事にされ、それは戦争を拒否する力にもつながって、確かにつながっていきます。それを確信しています。共にあらゆる限りの力を発揮していきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。お二人目は首都圏反原発連合の伊佐尾レッドウルフさんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日は天気が良くて本当に良かったと思います。福島原発事故から、もうすぐ6年、今日はその6年ということの集会、これだけたくさんの人々が、参加、してくださっていることに、本当に、心強く感じます。6年前の3月11日、私は、ちょうど昼間ですね、いわき市に親友がいまして、彼女と、ちょうど電話をしてたんですね。そうすると、電話の向こうからガタ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 と食器棚が、揺れる音がしたわけです。で、その数秒後にこっちも、揺れ始めて、私は東京の、端の方なんで割と揺れが少ない方ではあったんですけども、揺れ始めてですね、それで彼女が電話で、あ、ちょっとみそちゃんちょっと切るねって言って、ちょっと食器棚を押さえに行くと、まあ、そこから大地震が起こった、テレビをつけたりネットでニュースを探したりしながら、3日4日は仮眠を取りながら、原発がどうなってるかなど、いろんな情報を、集めるのに、大変だったということを私は、この頃になると、思い出します。しかしやはり世間ではですね、この原発事故、そして直接的被害に遭われた皆さん、未だに非難されている大変な目に一番合っている皆さんのことがやはり風化しているということを私は否めないというふうに感じております。で、そんな中でやはり以前に比べれば規模はちっちゃくなったとはいえ、それはどの団体でもそうです。やはりこういった集会を開催するというのは大変に私は意義深いことであると考えています。2012年には官邸前が多くの人たちでバンと渦巻いてですね、そして全国の、脱原発運動のうなりで、当時の、政権を犯して、2030年代原発ゼロというところまで行ったわけですけども、その後安倍政権に代わって、そして2014年エネルギー基本計画、これを改悪して原発を重要なベースロード電源にするということ、これをもってですね、再稼働ラッシュがまた始まって、日本は原発回帰に戻っている。まだまだ事故の原因も究明できていない、そして事故の収束もできていない、被害者、直接的被害者の方たちの補償もできていない中で、原発を再稼働させ原発回帰に復帰するこの安倍政権、この6年目にこんな事態になっていることが本当に私は悔しくて、そして世界に向けて大変恥ずかしいと思っております。一番悔しいのは先ほど登壇されたそういった皆さんであると思いますけれども、私たちも本当に当事者ではない、しかしやはり当事者なんですね。日本中の人々みんな当事者です。このままでは本当に日本は核の処分地になる可能性さえ私このままいけばあると思っています。この6年も経った今またこんな話をしないといけないのはなぜか、これはもう明らかに安倍政権のせいとした、もう本当にこれはもう皆さん、もう本当に何としてでも安倍政権を倒して、そして原発を止める、これをもう2017年度何とか前進させていきたい、そう思いませんか皆さん。安倍政権
も本当にいろんな問題を起こしますので、なかなか運動も原発前のように原発にだけにこう人が集まるということもできない状態になって、まあ、ますます本当に苦しい、本当にしんどいなって思っている方たくさんいると思いますけれども、でもやはり脱原発に関してはもう世論の7割以上は原発はいらない、これはもう確定してるわけですね。もう土台はできてるわけですよ。それに逆らっているのは安倍政権です。今のスキャンダル出てますね、学園問題、もうこれでもうどん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 野党の皆さんには国会に追及してですね、なんとかここで安倍政権のざんと一個はしごを外してやりたいと、そのように思いますけどいかがでしょうか。こんな悔しい気持ちでこの6年目の311を迎えるのは本当に不本意なんですけども、まあ、そんなことを言っていても仕方がありませんので、これまでのように皆さんとね力を合わせて、私たちも頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。そして最後にですね、金曜完全米講義も、まだまだやっております。本当に今冬でちょっと人数減ってますけども、どちらかというと高齢 の, 常連の皆さんがね本当に支えて、カンパも前よりは減ってるんですけども、この人数でこれだけかと千円札しか入ってないわけですよ。いや本当にね、皆さんが支えてくれようとしてるっていう気持ちがひしひしと感じ、やはりまだこの講義は維持しないといけないってもう本当に思いますので、皆さんもうちょっと暖かくなったらでよろしいので、これだけの人数の方がまた来ていただけるとまた活気がつくかなと思います。それから先ほどもご紹介あったと思いますけども、3月11日土曜日に、5時から国会前と、官邸前で、私たちの、大集会を、やりますので、こちらにもぜひご参加いただきたいと思います。それでは皆さん負けないで頑張りましょう。ありがとうございました。富山さん、三沢さん、ありがとうございました。全体の拍手でお送り出しましょう。ありがとうございます。続いて各自各分野からの発言を3人の方から行っていただきます。お一人目は原発被害者訴訟原告団全国連絡会事務局長の佐藤光雄さんです。こんにちは。ただいま紹介いただきました原発被害者原告団訴訟原告団全国連絡会の佐藤です。よろしくお願いします。私たちの原発訴訟全国連は昨年2月13日に約9600人21原告団が結集して作りました。私たちの目的は原告団の情報を交流、二度と原発事故を起こさないこと、完全な賠償を求めること、そして国と東京電力の法的な責任を司法の場で明確に勝利し裁判に勝利すること、このことが主な目的。それでこの1年間に原告団の数が原告の数が1万2000人に増えました。このこと一つとっても原発事故はまだ終わっていない、被害は終わっていない、このことを表しているのではないでしょうか。この裁判の中で、簡単に言いますと、国と東電は、一つは想定外の地震と津波だった。こういうことを抜け抜けと言っています。想定できなかったことは責任がない。こういう主張です。もう一つは、20ミリシーベルト以下の放射線量下の生活は、安全だ。例えば野菜不足の人、タバコを吸う人、肥満の人、こういう人の方ががんの発症率が高い、こういうふうなとんでもないことを言っています。しかしこういうとんでもない主張は各地の裁判の中で破綻してきています。一つは異常な危険性を持つ原発を安全神話のもとに規制してこなかった国の責任、もう一つは地震と津波により電源がなくなったらば過酷な
重大な事故を起こす、こういうことに対して対策を取ってこなかった東電の責任、つまり原発は人災だ、このことが裁判の中で明らかになっています。私たちは国と東電の責任が司法の場で明らかにされれば、現在国が進めている原発推進政策とエネルギー政策に大きな打撃を与えることができる、このことを確信しています。先ほど来話がありますように、いじめ問題について全国で問題になっています。私たちは12月22日に声明を発表し、記者会見を行いました。いじめが現れているのは氷山の一角であって、各地の裁判の中で原告の本人が差別選別を受けている、子どもたちがいじめを受けていて学校に行けなくなっている、こういうことが話されています。今年は私たちにとって重大な年です。決審判決が続きます。群馬3月17日判決、千葉9月20日判決、内外3月21日決審、京都9月28日決審、避難者10月11日決審、東京新松戸、こういうふうに決審判決が続きます。この裁判に勝利するためには全国の皆さんの大きな支援が必要です。ぜひ皆さん、私たちの裁判にお力を貸してください。そして各地の原告団が訴えている署名活動、傍聴、看板活動、そして福島の現地を見ていただく、こういうことに取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。お父さん、ありがとうございました。続いて2人目は唐津市労連の小野正信さんです。よろしくお願いします。皆様こんにちは、私は九州電力玄海原発の地元の佐賀県玄海町から参りました小野と申します。先ほど唐津市労連という紹介がありましたが、私は自治労連という自治体労働者の組合に所属をしておりますが、本日は地元から自宅から1.4キロに原発がありますが、毎日原発を見ている者としてですね、地元の状況をお話ししたくて、参った次第です。昨1月18日に原子力規制委員会が玄海3、4号機が新規制基準に適合しているという発表を行いました。これを受けて地元の町議会が2月24日に臨時議会を開きまして、賛成9、反対1で再稼働の承認を行いました。あさって6日ですけれども、町長が再稼働の同意を表明する予定になっております。県内に反原発の住民団体9つありますが、今手を取り合っておりまして、町長に町内で公開討論会、また町民説明会を行うという要求を行いましたが、そんなものは必要ないということで、要求を断りました。で、私たちは今県内でできることをたくさんやろうということで、佐賀県知事宛てに署名要求の署名運動の取り組みを行っております。本日も皆様方の左肩の後ろの方に署名コーナーがありましたので、そこに署名用紙を置かせていただいてますので、時間がある方はぜひ署名の方にもご協力をお願いしたいと思います。佐賀県知事は、県内で県主催の説明会を6回以上で行いまして、あと 今月の18日に県内20の市町の首長を集めて
それぞれの意向を確認した上で最終的な判断をするという段取りになっております。他にも中電が原発から半径5キロ圏内の家を個別に回りまして住民説明を行ってもきております。時間が来たようですので、なると申しませんが、今から一番言いたいところだったんですけども、地元でではですね、50年前限界原発は原発を生活のためということでやむなく受け入れをしました。で現在原発が止まってますが、生活のために早く動かしてほしいという思いが強いものがあります。原発に賛成する市民の町民の方はやはり福島の事故を思うと放射能は怖いだけども、やはり生活、今後の生活を考えると原発がないと暮らしが成り立たないという声があります。一方反対をされている団体の方たちからは、放射能は限界障害にはとどまらないと、やはり自分たちも影響を受けるんだから、なんで自分たちだけ受ければいいのかという反発の声も出ています。こんな危険なところにいつまでもよく住めるな、自分だったらさっさと出ていくんだという声も上がっていますが、地元の私たちは先祖から受け継いできた畑、これを守って次世代に渡す責任もあります。簡単に出ていくわけにはいかないわけです。そのところをぜひ皆様にもご理解をいただいた上で、私たち自治労連は原発に頼らない地域づくりという運動を提唱しております。私は先ほどからずっと述べてあります福島の方の思い、それから訴訟の方のおっしゃったこと、これそれと今日皆様の熱気をですね、地元に持ち帰り、ぜひ地元の方が原発がなくても生きていけるんだという町を作るために頑張っていこうと思っていますので、ぜひ皆様一緒に頑張っていきましょう。原発ゼロの未来へ 3.4 全国大集会へお集まりの皆さん、こんにちは。私たちは東海地震の震源域の真上に立つ世界一危険な浜岡原発の立地県の静岡から今日やってきました。静岡の運動は昨年9月末に提示されていた浜岡原発4号機の安全対策終了を睨んで、私たちは県知事に対する再稼働を認めないで署名をここまで推進をして運動を構築してきました。しかし中部電力は今全全てが止まっている浜岡原発では3号機、4号機の適合性審査を受け、原子力規制委員会に申請、そしてそのための 防波壁や地震津波対策などこうしたものに4000億円をかけて再稼働を狙っているのであります。全く県民のことは考えて、命や暮らしを考えた策ではありません。浜岡原発の重大災害が起きた場合、避難対象の31キロ圏内すなわち11市町に94万6千人もの人が住んでいる中で、緊急避難といっても全く現実的には不
不可能な状況であります。また県民の 70% が浜岡原発はいらないという世論調査の結果に現れているのであります。この6年間浜岡原発は止まっていますが、毎年暑い夏を迎えても電気は十分足りています。原発なしでもライフラインは何も支障がないことが証明されているのです。原発は絶対いりません。私たち静岡では今年の6月に県知事選があります。この県知事選では当然浜岡原発の再稼働の問題、同意が求められる時が来ます。この県知事選に対し、私たちは今現職である県知事に対し、今やっている署名を3月末に提出し、今現在20万7000筆が集まっておりますが、このものを出して同意しないでほしいという、そうしたことをしっかりと言っていただきたいというふうに申し入れる予定です。これからも一層福島に育つと連帯をし、原発再稼働を許さず原発ゼロの日本を実現するために静岡でも力を尽くしていきます。共に頑張りましょう。小林さん、ありがとうございました。本日は新潟県知事の米山隆一さんと城南信用金庫相談役の吉原剛さんよりメッセージをいただいております。紹介を農民連の藤原さんより行っていただきます。原発ゼロの未来へ、福島とともに 3.4 国民大集会が盛大に開催されますことを心よりお喜び申し上げます。あの福島第一原子力発電所の事故で多くの人が言葉では表せない過酷な被害を受けました。あの時から間もなく6年が経過しますが、今もなお自己収束のめどは立っていません。私は昨年の10月に新潟県民の皆様から命と暮らしを守る県政をという多くの気持ちをいただき県知事に就任いたしました。原発再稼働問題につきましては、県民の安全を最優先に、福島第一原発事故の原因の徹底的な検証、原発事故が私たちの健康と生活に及ぼす影響の徹底的な検証、そして万一原発事故が起こった場合の安全な避難方法の徹底的な検証の3つの検証がなされない限り、再稼働の議論は始められないという立場を堅持して対応してまいります。また住民の皆様の安全を第一として、現実的な避難計画の策定やそのために必要な制度の見直しを国へ働きかけていきたいと考えております。原子力発電所が立地する新潟県の代表として、地域の安全を作っていくのは我々である。地域の未来を作り、子どもたちの未来を作るのも我々であるという思いを胸に、責任を持って安全の確保に全力で取り組んでまいります。最後に、原発をなくす全国連絡会の今後のさらなるご発展を祈念してメッセージとさせていただきます。平成29年3月4日、新潟県知事、米山隆一。原発ゼロは今や世界の大きな流れとなっています。太陽光と風力の発電量は原発の2倍を超えました。世界では自然エネルギービジネスが急拡大しており、力強い経済発展を主導し豊かな未来に向かっています。福島の教訓は、原発は取り返しのつかない危険なものであり、無限大のコストがかかり、これに関わる巨大企業は次々と破綻し、
国家の存亡に関わる危ないものであることです。大切な故郷を失い、多くの健康被害を受けながら原発に固執する哀れな利権主義者の命運はもはや尽きています。この上は一日も早く自らの過ちを正し、世界の潮流である原発ゼロ、自然エネルギーによる安心できる国家社会の建設に取り組むべきです。日本の子どもたちの明るい未来のために、城南信用金庫相談役吉原剛、ありがとうございました。それでは集会アピールを福島の皆さんと一緒に、福島県民議連の穂積淳子さんより提案していただきます。穂積さん、お願いします。皆さん、集会参加の皆さん、お疲れ様でございます。福島県から今日は250名で参加しております。では代表して私がアピールを提案させていただきます。アピール案、東京電力福島第一原発事故から6年が経とうとしています。ひとたび原発事故が起きれば、当たり前の日常が奪われ、取り戻すには長い時間が必要となること、震災関連死を含め命が脅かされるということを、福島をはじめ私たち国民は身をもって体験しています。しかし原発事故の収束が未だ見通せない中、国と東京電力は住民の不安や不満を解消しないまま避難指示を解除し、損害賠償や支援の打ち切りを進め、福島を切り捨てようとしています。原発の再稼働と輸出のために、事故も被害も終わったことにしようと躍起になっています。私たちは最後まで国と東京電力が責任を果たすことを求めます。福島第二原発は廃炉とすること、また全国すべての原発の再稼働は行わず廃炉とし、再生可能エネルギーに転換すること、政府の全責任で汚染水対策など、福島第一原発の事故収束廃炉作業を行うこと、政府と東京電力は避難者の実情に応じた住まいの確保、なりわいの再建、徹底した除染と完全賠償、県民の健康管理への責任を果たすこと、私たちはこの6年安心して住み続けられる福島を取り戻すため、原発ゼロの日本を実現させるために懸命の努力を続けてきました。あの日からの戦いで得たたくさんの新しい仲間と共に、手と手を取り合って原発ノーの輪を大きく大きく広げています。この広がりは決して逆戻りすることはありません。昨年の新潟県の知事選挙では原発再稼働反対の知事が誕生しました。原発ゼロを求める国民の声は多数を占め、その声を無視して進められる原発推進政策の転換を求める政治的な動きも広がっています。さらに広範な人々と福島100万署名原発再稼働反対の共同を広げ、原発ゼロの選択を政治の争点に押し上げましょう。命と原発は共存できません。何よりも命が大切にされる、憲法が生きる政治を取り戻しましょう。止めよう原発再稼働、変えよう福島切り捨て政治。2017年3月4日原発ゼロの未来へ、福島とともに 3.4 全国大集会、
ありがとうございました。そしてですね、アピールの締めに福島からの希望を乗せてということで、参加者から会場へ向けて皆さんに紙飛行機を届けたいと思います。紙飛行機には参加者からのメッセージも込められています。じゃあ紙飛行機持った皆さん、いいですか、前に出てください。いきますよ、せーの、飛び切れ。ありがとうございました。福島の皆さん、ありがとうございました。私たちも福島の皆さんと思いを一つに、原発ゼロを目指して共に頑張ってまいりましょう。それではみんなで共有した熱い思いをコールに託しましょう。私の後に続いてコールをお願いします。伊方原発今すぐ止めろ、伊方原発今すぐ止めろ、伊方原発ね。